とさ、ちょっとボサボサでごめんね。ちょっと待ってほしい。暗いよ。ちょっと待ってほしい、一回ちょっと待ってほしい。え、ボーボー鳴ってるよね、大丈夫？音ね、風強いよね今、電波がやばい。電波切ったよ。どう？電波おろた、やめて、電波おろたって言わないで。くるくるしちゃってるの。そう、戻ってきた。ちょっと待ってね、ちょっと待ってほしい。これね、ちょっとさ、お話し会の時と一緒にするから、ちょっと待ってね。今日はね、1時間しますね。嬉しい、可愛いって言ってくれて嬉しいです。ねえねえ、ボーボー言ってる？みんなのところにもさ、いで、あのボーボー言ってるの聞こえてる？聞こえてるよね。ちょっと本当に恥ずかしい。どうしたらいいんですか？じゃあちょっと待ってね。ちょっとボーボー言うから、ここドア開けるからちょっと静かにしてほしい。やだって言われ、配信してるからさ、やだとか言わないでくれる。やだって言われた。どうしたらいいんだ。やだって言われた。ま、今じゃなくて妹にやだって言われたんだけど、どうしよう。どうしたらいいの。ボーボーは風の音、窓閉めればいいのかな。窓閉めて、そこも閉めたらいける。まあいっか、多分静かにしてくれると思う。多分暑いよね、多分暑くはなると思うんですけど。じゃあさ、もうちょっと髪の毛もボサボサになっちゃって、あれ、なんかさ、こっちのツインテールは見えるのに、こっちのツインテールは全然見えない。だからちょっと結び直すね。え、ねえ、ちょっと待って、一旦ちょっと待ってほしい。ちょっと一旦待ってほしい。一旦みんな、ま、待てる？一回よいしょ。あ、うん、こうだよね、多分こう。それでここにつければいけますね。うん、さっきより見えてるね。ちょっと一回待ってほしい。あ、ちょっとみんなに待たせすぎてるね。ちょっと待って、ちょっと何からやればいいんだ。
さ、リップが薄い？なんかちょっとメイクがもうちょっとあんまりなんですけども、お話からありがとうございました。今日はですね、地雷の日ということで、私が大好きなアスカノのユアテアちゃんみたいな感じのメイクとファッションにしてみました。もう本当にちょっと待って、直しながらさ言うのやめよう。ちょっと待って、ですね、私はですね、本当に原作も実写版のドラマのバージョンも本当に本当に大好きで、はい、なので絶対絶対地雷なら、地雷するなら絶対ユアテアちゃんだと思ってて、やってみました。で、私ツイッターにお写真載せたんですけど、そしたら斉藤渚さんがリプしてくださって、もう本当に嬉しくて、本当に嬉しくて、ちょっともうどうしようと思って、本当にやばくて、私ちょっと今やらなくてはいけないことがあったんですよ。本当はもうちょっと早く配信したかったんだけど、やらなきゃいけないことがあって、その期限がね今日中だったの。だからやらなきゃいけなかったんだけど、ちょっともう集中できなくなっちゃって、でもみんながね地雷見たいみたいな、写真見たいみたいなこと言ってくれてたから、なんていうの、ツイートだけ先にしようと思って、ツイートだけしたら、なんかリプをくださっていて、もう本当に嬉しくて、やばーって思って、そっからちょっと本当に集中できなくなっちゃって、でも絶対今日は1時間配信したいっていうのもあったし、こんなね素敵なことをね、すごい風なんだけどあの大荒れなんですけど外が本当に放心状態になっちゃって、もうその手がつけられなくなっちゃって、結構早くから取り掛かってたんですけども、もう頭が回らなくなってしまって、一旦ちょっとリプだけお返しさせていただいて、もう一回そのやることを やり始めたんですけど、本当に根性で終わらせました。今最後の方ちょっと適当になっちゃったかもしれないっていうぐらい本当に嬉しい。ちょっと本当に涙出た。エアコンのリモコンないの？ある？ママがエアコンつけたらいいじゃんっていう紙を出してきてくれたんですけど、エアコンのリモコンがなくて、私の部屋になくしちゃって、ちょっと一旦いいかっていう。本当にさ、嬉しい、本当に嬉しい。私褒めていただいたってことも本当に嬉しいんだけど、なんか卒業されてからお話しする機会がお会いしたこともない、ん？なんていうの？卒業されてからお会いもしてなかったですし、お話もできてなかったので、もうすごい寂しくて、勝手にすごい早く、なんかまたいつかお会いできるように私が頑張ろうって思ってるんですけど、いつも思ってて、だからすごいまさかリプをくださるなんて思わなくて、しかもももちゃんって呼んでくださる、嬉しい、もう無理っていう感じで、めっちゃ嬉しかったです。とりあえずありがとうございます。なんか頑張ってよかった。結構この洋服とか、私も普通に頑張ったっていうか、なんか超楽しみにしてたんですよ、この日を、この地雷の日を超楽しみにしてて、結構服とかももう1ヶ月以上前から用意して超楽しみにしてたので、みんなもね楽しみって言ってくれてたし、
結構ねこういうのとかも頑張って考えて、あとこのこれなんですけど、これ本当はチョーカーでして、でもこれチョーカーでねこうやってつけるのもね可愛いんだけど、可愛いんだけどちょっとこのねシャツがね結構首が上まであるものだったので、なんかちょっと詰まって見えちゃったので、あだったらこれをバングルにできたらいいなと思ってちょっと改造したんですよ勝手に、ごめんなさい、改造してバングルにさせていただいたのでっていうだけなんですけど、こういう感じで手につけてました。で私の今日のこだわりポイントがですね、ちょっともう髪の毛とか結構ぐちゃぐちゃで本当に申し訳ないんですけど、ゆあてあちゃんの渚さんが演じてらっしゃるゆあてあちゃんの画像とか、本家のこう漫画の方のゆあてあちゃんのこうイラストっていうの、なんていうの、この絵っていうの、なんて言ったらいいのとか全部見させていただいて、ゆあてあちゃんはこうやってここをねこうやって分けてんのよ、って分けてんだと思って分けてみたんだけど、合ってますか、私ちょっと似合わないんだけど、でもちょっとなんかちゃんと形から入りたいなっていう謎のなんか出ちゃってそうで、あとはこのね触覚もねストレートな感じだったのでストレートにしました。似合ってますか、嬉しい、ありがとう。ちょっとさ前髪とかちょっともう結構ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど嬉しい、ありがとうございます。みんなたくさん褒めてくれて嬉しかった、今日の配信じゃなくてお話し会とか、なんと SNS 載せたやつとか、SNSがですね、ちょっと載せただけ載せて、ちょっとまだ皆さんからのコメントとか反応とか全然見え、ちょっとだけ見たんですけど、その渚さんがリポをくださったっていうのが通知できて、それだけはちょっと見たんですけどはい、まだちょっとよく見えてないので後で見ますね、皆さんからの嬉しい、ありがとうございます、本当に本当にありがとうございます。渚さんの通知はもちろん撮っております、すごい風、ちょっとドア窓閉めてみるね、ちょっと待ってね、来て、待ってこっちの方がさやばくない、ピューピュー言うんだけど、なんでこんな風強いの、もう嫌なっちゃう、あでも大丈夫、やだごめんなさい本当にごめんね、私のなんでだろう、どうしてどうしてかな、お化け屋敷みたいって言わないで、雪の日の山小屋、ちょっとさ本当に勘弁してほしい、どうして私の部屋こうなっちゃうの、いつもでもしなくなったよね、また風が吹いたらするかもしれないけど許してほしい、ちょっとするね、ちょっとするけど許してほしい地雷の子ってチークってどのくらい塗るのが正解なんですか、ちょっと分かんなくていろんなの見たんだけど、このぐらい、いつも結構濃いめに塗っちゃうんですけど、今日は地雷の子は多分そんなにツヤ感出さないのかなって、お腹鳴ってる音じゃなくて風が吹いてるんです、ごめんなさい
風が吹いてヒューヒュー鳴っててごめんなさい、お腹は空いてないです。あとどうしよう、もずくだけちょっと冷蔵庫入れたいんだけどいい？もずく冷蔵庫に入れていい？まあ見てないかな。まあ見てる？配信ちょっとこれ取りに来てもらってもいい？最近もずくにハマってて、よく買ってるんですよ。来てくれない？来てくれないな、こういう時に限って。一旦行っか。スクショ急にちょっと待って、タワー読みますね、ごめんなさいごめんなさい、今から読むから。あ、みっくんありがとう、タワー嬉しい、ありがとうね、今日お話会も見る時間欲しいって言ってたから、ちょっとじゃあ今見せるね。こういう感じでやらせていただいてました。どうでしょうか、見えてますか。どう、どうですか、スクショして。今ハート、何のハート、あ、これ可愛いよね。これはですね、この洋服は、うるさい、マーズさんっていうものかな、結構ねちょっと地雷系な服がいっぱいの売ってらっしゃるマーズさんっていうのかな、で買いました、 ZOZO で買いました。みっくんありがとう、タワー今日もお話し会超楽しかったよ。あれね、こういう服好きだもんね。またミックに好評だったのでまた来たいなと思いました。ありがとうございます、お話し会来てくれるのめっちゃ嬉しいから、これからも話そうね一緒に、ありがとう。晒すのやめてください、ごめんなさい。ちょっと秘密ですねそういうのはね。ありがとうね。あ、モッピーもありがとう、モッピータワーありがとう。モッピーはポンポンプリンの話しかしなかったけど、でもなんか可愛いと褒めてくれて嬉しかった、ありがとうね。この格好だったらマイメロちゃんかな多分。モッピーありがとう、タワー確かに、確かに久しぶりに怒んなかったわ。でもさすがに今日でももかしか勝たんになった、なってほしいんですけど。上の洋服もマーズさんかな、なんか一緒に買いました。あとこれどこのだったかな、これもかな、でも全部 ZOZO で揃えました。この洋服は最近ももかちゃんすごく気になってます、ありがとうございます、嬉しい、ショールーム見に来てくれてありがとうございます。スカートもね可愛いよね、そう、ゆあちゃんはツインテールが結構後ろめで、ここ低め、耳の、まあ、ちょい上くらいのツインテールだなと思ったので、いつもは結構高めのツインテールすることが多いんですけれども、今日は低めにしてみました。あとねこのこれなんていうの、これイヤーカフ、いやこれなんていうの、イヤーカフ
このイヤーカフなんですけど、これね今日ね会場っていうかそのお話し会する場所にこう行ったら、ジュリーと同じ分なんですけど、ジュリーがこれつけなよって言って貸してくれたんですよ。でえいいのみたいになって、私今日ねつけたかったイヤリングあったんですけど片方なくしちゃってあ片方ないけど、どうにか写真とかは角度とかでどうにかごまかせたらいいなとか思ってちょっとうんって思いながら行ったんですよ。そしたらジュリーがこれを貸してくれて、なんかたまたま絶対持ってきてくれたんだろうな、多分なんか前回の多分ネコ耳の何サブカル系やってた時につけてたらしいんですけど、貸してくれて、で終わってありがとうって言って返したら、えいいよあげるって言われたのでって帰ってきちゃいました。ありがとうジュリー、まあ、配信中だと思うけどありがとう、嬉しい。今日はジュさんはパジャマ着てて可愛かったです。もう使わないからあげるって言われたので、私はこれからたくさん使いたいと思います。こちら可愛いよね。私イヤーカフあんまつけることないんですけど、ハマりそう。怖いね、いつ外れるか。可愛いよねこれ、なんか可愛い、とりあえずって感じで、ちょっとさメイクもちょっともう落ちかけててあれなんだけど、ちょっとまあ許してほしい。夜間でお湯じゃないんですよね、風が吹いててですねほんまに可愛い、嬉しい。みんなが褒めてくれるから調子乗っちゃう私。みんなちょっと褒めすぎだけど、褒めてほしい。もっと200回目の訪問なの、ありがとう。ガチ後悔してる、撮ればよかったって、みんな撮って、みんな写真待ちダメ、写真くださいじゃダメです、見に来てください。まあ写真も載せますけど、見に来てくれるのが一番嬉しいですよ。写真が来てくれたよね、あなたはねまあでもね、みんなも忙しいから行ける時でいいんですけど、ね、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいですという感じです。本当にね、お仕事とかね、あれ都合が悪いとかそういうのはしょうがないからさ、あれなんだけど嬉しい。またなんか好評だったからまた地雷系やりたいな。なんか地雷も地雷でさ、いろんな種類があるじゃないですか。今日の地雷はこういう感じだけど、ツインテールじゃなくてハーフツインとか、もうちょっとなんか、あと何系があるんだろう、ちょっと詳しくないから勉強します目元オレンジのやつ、オレンジメイク系。私オレンジメイクもそんなに普段からしないからやってみたいなっていう次の時代は絶対行く。本当ちょっと本当にうるさい、ちょっとうるさいんだけどさ、やめれるそれ本当に初めてのイベントで完全に虜になりました、ありがとう。もっと強い地雷、これでも結構強くしたけど、でもやっぱ可愛さをなくしたいですからね。ちょっと待ってね、マカオの豚タワーありがとう。マカオの豚今日はなんか浮気したっていう、ちょっと待ってピューピューうるさすぎてタワー呼んでるんですけど今、ごめんね今日はねなんか浮気した報告されましたけど、さすがに地雷のモモカに会ったらモモカしか見れないってなりましたか。モモカしか見ないでね、これからも、ありがとう。まだ開けてないんだよ、全部ね閉じてるんだよねどうしてだと思う、
怒ってほしい。おこピエンです、ピエンありがとう。なつきだ、タワーありがとう。なつきタワーありがとうね。何タワーだろう、嬉しい。地雷系が刺さったのかな、刺さっていただけた、ありがとうね。タワー投げてくれて、なつきいる、なつきいます。何タワーだろう、ありがとうございます。7月20日あ、20日か、7月20日誕生日やからオンラインよろしくね。わかりました、お祝いします。ありがとう、お誕生日、あ、お誕生日の日にオンラインやるの、すごい、ありがとう、嬉しい。お祝いさせてね。じゃあポリスの日だからポリスももさんでお祝いするね、お祝いするね。ありがとう、ありがとう、たくさん話そうね、ありがとう。ちょっと窓開けたらいいの、じゃあすごいボーボー鳴っててもいい、ピューピュー鳴るかボーボー鳴るかどっちがいい。ピューピューはさすがにうるさいよね、ちょっと確かにそれはそう。こっちの方がいい。こっちでどうですか。あ、こっちの方が全然いいですね。こっちで行かせていただきます。扇風機はね使ってないんです。もーちゃんの方腰何かな、こっちの方がいいね。ごめんなさい、しかも私も涼しいし、ごめん、最初からこれにすればよかった。タケノコめっちゃ可愛い、ありがとう。飲む推ししか勝たん、ありがとう。リオ I love you、 ありがとう。バッシー可愛い、ありがとう。ジンボ I love you、 ありがとう。ゆかち似合う、ありがとう。トッポギももちゃん大好きから結婚してやだ、あ、ごめんね、私があれなのか読めてなかったのか。クマ投げてくれたの、ありがとう。ギフハル I love you、 ありがとう。 I love you のクマさんでやってる、ツイン最強ですか、ありがとうね。私さ、アスカのシリーズのユアってやっちゃんの実写の方の、まあ、実写の方っていうか、まあ、普通に原作もだいろんなね、いろんなさ、お洋服着てるじゃないですか。原作のお洋服とかもめっちゃ可愛くて好きなんだけど、やっぱりこう実写の方がさ、色とか分かりやすいじゃん。でさ、好きな、なんかさ、どんどんさ回を追うごとにさ濃いメイクと強めの服になっていくのがさ超可愛くて、私が好きな回はなんかここになんかカチューシャみたいなリボンのカチューシャつけてる時の渚さんのやつが可愛いんだ、まあ、全部可愛いけど全部可愛いんだけど、それが結構好き。え、ね、わかる、私さ自分なのにさ、いつもと雰囲気違いすぎてさ自分じゃないと思っている今。え、6話止まってんのやばい、見て、絶対絶対見て。あとは最終回、最終回のお洋服と髪型が好きです、すごい。新しい担当日に出会う回なんですけど、その回が、その回のお洋服と髪の毛、こう新規一転なんかメイクがちょっと元に戻るっていうか、
新しくなるっていう感じが可愛くて、いつピと出会う回もう一回見たいな。アスカ私結構頻繁的に頻繁に見返してるんですよね、あの話全部。どのあれも好きなんだ、ゆきちゃんも好きだし、萌えてやも好きだし、あやなのも好き。そうそう、私の好きな宇垣アナも、宇垣さんも出てるので、アスカのトークしよう、ぜひ。え、わかる、岩手あっちゃんの過去のお話の回あるじゃないですか、あれも好き、あれもね、あれも好き。楓くんの飯、あー手書きの、てか私が一番、でもこれみんな今から見たいっていうさ方いるからさ、ちょっとネタバレするのやめるね、またみんな見たら教えて。お話し会でじゃあ話しましょう、全然ポリスの日とかにあのアスカの話でも全然私的にはあれなので大丈夫、全然 OK なので。私どうせ隕石降ってこないです、あのそんなね、あの現代のやつなので。眉毛がさちょっともう消えかかっててごめんね、えね、アリスのポリス可愛すぎて秒でいいねして、多分え、ももちゃんいいね早すぎんだけどって思われたアリスにアリちゃん、皆さん私が地雷であるまでにしてほしいことありますか。もうちょっとで地雷じゃなくなっちゃいますよ、またいつかやるかもしれないけど、ちょっと待ってね、すごいな風が、風がすごいな。みつ俺の嫁ありがとう、いよっち結婚していいよありがとう、話し会おりゅう結婚していいよ、ブンブンめちゃ可愛いありがとう、あみゆみゆタワーありがとう、みゆみゆね、今日みゆみゆいなかったのすごい寂しい、なんか個人的にはね、みゆみゆはツインテールよくやってるし、こういうね、なんて言うんだろう、量産地雷系の洋服とか好きだと思うから見てほしかった、てかこれで話したかったし、またじゃあ次やるときは来てね、お仕事だったの、ツインテールモーテ可愛すぎ、スペラ東京行くからね、あ本当に見えるところに座ってる、後で席送ってくれてたっけ、ちょっとまだちょっと見えてないかも、だから後で送ってなかったら送って、みんなの席ね、私どこに座ってんのどこに座ってんのって聞いてんだけど、全員のやつ覚えられないから、さすがにこの人はここ、この人はここっていうのはねちょっと覚えられないので、ピンクと紫のペンライトを振っていただけたら嬉しいです。でもスペライは着席、全部着席、全員着席なので、私結構アットホームな空間なので多分見つけられるとは思うんですけど、うん、ナブキュンオンテッドの TikTok 撮ってるし、今踊ります、好きつまキュンハートめいちゅんラブすぎてつみつみパンパン、好きつまキュンハコリンチュン即逮捕です、ファテファテ私は止めにサネともキリどっちとも永遠だね、わがままだって泣き虫だって全部愛してね、あゆうねにナブキュンワンテッドです合ってますか、回線やばいごめんなさい、もう私回線本当についてない、どうしよう、ガラク途中からなっちゃった、もう一回踊りますじゃあみんなガラクしてじゃあ今から踊るので、絶対みんなが録して。
どうしよう、これでさ、みんな、私がみんながガロックしてくれてる時にめっちゃ間違えたら。いきますよ。最初なんだっけ、最初なんだっけ、待って、なんで忘れちゃうの。あ、あ、やっぱ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 背のでねらいちパンパン好きつまきゅんハートめいちゅうラブすぎてつみつみにパンパンドキってまきゅうワークリンチューサクタイホンデスファテファテドシアカメリソネトモキリンどっちとも永遠だね、わがままだって泣き虫だって全部愛してね、幽霊にラブキュンワンって合ってますか、どう撮れたみんな。TikTok でね、なんか踊れるようになったら踊りたいな。撮れました、ありがとう。最近キュルステさんの曲がめっちゃバズってて嬉しいんですけど、私の好きな曲はあれです、アイスクリームです。アイスクリーム、あのなななな、アイスキーだしなななに、なななな、アイスキーです。口についてるときめきのクイーンが好き。あとキュインってしてみても好き、めっちゃバズってるね。かわいすぎる全部曲が。ジョイサウンドさんだと本人映像めっちゃ多くて助かります。この前ジュリーとカラオケ行ったんですけど、その時にもう一生流して布教しました、ジュリーに。だったったっただけど、そのためにはアムちゃん、そう、あのアムちゃん、にぎみずアムちゃん大好きなんですけど、ダルムさん私大好きなんですよ。ダルムさんにアムちゃんが出てらっしゃって、この前、この前っていうかこれからなのかな、あのアムちゃんがダルムさんとのなんかあれで、あのデジタル写真集を出してらっしゃったんですね。アムラルムっていうタイトルの、あのそれ買いました。買ってみました。もう全部可愛くて本当に好きです。本当に本当に憧れです。キュルステさん、私実は私一番最初の可愛さ圧倒的ナンバーワンの MV が出た時から一応ずっと追いかけていました。なるむさん本当に全部素敵な写真、どうしてあんなに可愛く撮れるんですか。まあ元は可愛いのはもちろんですけど、その世界観がね本当に素敵で、いつか出たい。ナルムさん出れるように頑張ります。ポッポアルバーン結婚して、今日話しか生きてくれたのでいいですよ。ふう結婚して、話しか生きてくれましたけど、なんか4人くらいのお話しか言ってませんでしたか。今日私だけじゃないんですか。怒ってます。わらび I love you ありがとう。パコさんなんか歌ってる猫ちゃんありがとう。にぐつ生きがいありがとう。面白い女、あ、面白かった今なんか。ありがとう。守りたいこの笑顔もありがとう。ショーカ I love you ありがとう。レルが結婚していいよ。タケノコ結婚していいよ。ありがとう。ユータス結婚していいよ。ミナトだわ。ありがとう。ミナト本当にいつもありがとうね。もうミナトと喋るたびに、喋るどなんていうの、喋るたびに
なんていうの、言葉が難しいんだけど、なんて喋っていくうちにどんどんね好きになる。ありがとう、本当にいつも優しくてずっと一緒にいてくれてありがとうね。どんな時もこれからもよろしくお願いします。遅くなります。全然遅くなってないよ。ありがとう、大好き、ありがとうね。みゆみめっちゃ可愛い、ありがとう。どう可愛い街。あ、緑水タワーありがとう。緑水何気ね初お話し会だったけど、いっぱい話すこと考えてきてくれたからかわかんないんだけど、めちゃめちゃ喋りやすくて本当に1回目って感じだったので、これから回を追うごとにもっと仲良くなれたら嬉しいな。よろしくね、ありがとう。お話し会最高すぎてタワーありがとうね。じゃあもうこれからいっぱい来てほしいなこれからいっぱい好きになってもらえるんで頑張ります。ありがとう。ちょっとリップが薄くなってきちゃったから塗るね。もずくってよう冷蔵だよね絶対。大丈夫かな。でも今日はちょっと涼しいから大丈夫、1時間ぐらいだったら。ジミニーさん結婚していいよ、ありがとう。コンさん結婚して、うーん、でもなんか意外に意外になんかインスタのコメントとかなんかいろいろまめ、あ、でまめに送ってくれて、あ、てかコンさんのインスタ見たんですけど勝手に見たんですけど、映画のレビューみたいなやつ やってますよね。あれでめっちゃ見たい映画増えた、見よ、ありがとう。みっくん結婚していいよ、ありがとう。モッピー結婚していいよ、マカオの分だ結婚していいよ、ありがとう。ジンボ生きがいありがとう。バッシーちゃんタワーありがとうございます。え、みっちゃんを愛しみっちゃんに愛されたいお宅なのに私にタワー投げていいの、怒られちゃうんじゃないの、みっちゃんに怒られちゃうんじゃないのありがとうございます。地雷が好きなのかな、地雷キョモちゃんぶっ刺さりました、やった嬉しい。じゃあぜひこれからもも始めてください、会いに来てね、ありがとうタワー。じゃあちょっと地雷いっぱい見てください。なんか地雷といえばもえ、あのユアテアといえばこのポーズっていうのでやってるんですけど、あのすみません、やってしまってやってしまってっていうか他にポーズが思いつかなくて、何ですか他にポーズといえば、ウインク、ピエ、合ってる？あ、デルタ、タワーありがとう。今日お話し会最後に来てくれたのデルタだった。ありがとうね、来てくれて。デルタが言ってくれたんだっけ、地雷やってほしいみたいな。ありがとう、お話し会の服決める時からいっぱい編んだしてくれた記憶がある。ありがとうね、みんなに好評で嬉しいです。ぜひ、本当よろしくお願いしますありがとう、いつも。そう、ユアテがいいって言ってたよね、あの時からね。ユアテ大好きなんです。リッチ結婚していいよ、ありがとう。シュウさん結婚して、うん、リサさん推しの方ですか、ニアジョイは誰推しなんですかちょっと私厳しいので教えてほしいですゆかち結婚していいよ、アンリお茶結婚して、なんで今日来てくれなかったの、やだみえみあれな嫁ありがとう、あれな嫁です。かなと結婚していいよ、
ありがとう。わらびめっちゃ可愛い。ありがとう。なんももめっちゃ可愛い。ありがとう。リン結婚していいよ。ありがとうリン今日も。ケンネイ I love you ありがとう。ごめんなさいね皆さん。皆さんをあの自分で言うんや。何私言った？可愛い嬉しい。私本当に可愛いっていう言葉がこの世で一番好き。だって可愛いってさあ言われて嬉しくない人いるの？みんなもっと可愛いって言って。めっちゃわがままだね。可愛いって言ってほしい。ありがとう。優しいみんな。あーすごい、なんかすごいの来た。ありがとうございます。誰ですか？みなとだ。ありがとう。さっきもタワーくれたよね。いっぱいありがとう本当に。しかもダブルタワーじゃないですか。本当にいつもありがとうね。これはダブルのハートです。ありがとう本当に。みなとは地雷系好きですか？聞き忘れちゃったけど今日。いつもさなんかさみなとと喋るときさすごい風が強いんだけどごめんね。こういう服とかそういうコンセプトの話じゃなくて全然違う話しちゃうじゃん。だからね聞き忘れちゃうんだけど、ありがとうね本当に。可愛すぎる本当ありがとう。これからも可愛くなれるように頑張ります。ありがとう。これはあれですよ、なんだっけジューンブライトなので指を出してみました。ありがとうね。結婚指輪、私まだこの薬指、左手の薬指にリングしたことなくて取っといてるんです。お腹ポンポン張ってて結婚していいよ。ありがとう。みっくんありがとう。にぐつもありがとう。いっぱい、あそっか今日で6月が終わりなので、皆さん明日から7月ですよ。よろしくお願いします。7月もみんなにねいっぱい好きで好きって言ってもらえるように頑張ります。何を目標にしてるのって感じか。ごめんね、アイドル頑張るんだよ。その前ね、その前っていうかそのアイドル頑張りますけど、アイドル頑張ってみんなにいっぱい好きって思ってもらえるように頑張ります。え6月って31まで違うよね。これで数えるよね。なんか1、2、3、4、5、6だからないよね。騙せないよ。てか私50分になったら教えてほしい。7月だよね。7月頑張ろうねみんな。バサミちゃんタワーありがとう。バサミちゃんありがとうね。今日もあの配信じゃなくてお話し会来てくれて、可愛いっていっぱい言ってくれて嬉しかった。本当にありがとうね。これからもよろしく。絶対次も来てね。いつもこんな私に優しくしてくれて本当に本当にありがとう。次ありがとう、待ってる。本当にねいっぱい褒めてくれて嬉しいよ。私はありがとうね。まさみちゃんハート、こっちにしよう。ハートしました。あとみんなに言っときたいんですけど、ツイッターにも載せたんだけどインスタにも載せさせていただいたので、ぜひあのまだ見てないよっていう方いたらインスタ見てください。私インスタやってますので、インスタね頑張りたい。結構インスタさ難しいんだけどさ頑張るので。神保くまありがとう。ありがとうくま。
そう、あのね、インスタ限定の写真というか、ツイッターには載せてない写真も載せたので、ちょっと下のスカートも見えるんじゃないかなと思います。そう、愛ちゃんが撮ってくれました。愛ちゃんはいつも私の写真を撮ってくれて本当に優しいです。私は愛ちゃんの写真を撮りたいんですけど、私が4部で愛美のとこに行ったら、愛美はもう写真撮り終わったっていつも言うので、一回も撮れないので、絶対にスペイベの時にお返しするって決めてるので、スペイベの時に私が愛美の写真撮ってなかったらもうぶん殴ってください。ちょっと怖い、それ言い過ぎたね、それ言い過ぎたけど、そう、この後ね、多分取り合いっこしてんだよ、3部だから、一緒だから、撮影予約するから、私どんなに時間なくてもあゆみの写真撮るから、絶対に今日言ったの、今日約束したの。そう、てか私ちょっと一個悔しいことがあって、ツイッター載せてる写真、こうやってやってる写真があるんですけど、リングつける前に撮っちゃったので、あゆみにつけるの忘れたって言ったら、もう一回ね、リングつけて撮ってくれたんだけど、なんかつける前の方が漏れててそっち使っちゃったの。だけど2枚目の写真はついてんのかな、わかんないけど、ちょっともーちゃんなんでついてないなって思っても、忘れちゃったんだねって思ってください。どうせむずいよ、だってさ、リングだよ。ネックレスとかだったら結構頑張れたんだけど、私結構合成のプロで、今までの合成経歴で言いますと、セーラームーンのなんか団子みたいなやつをもう片方につけたりだとかやってたんですけど、ちょっと今日はね時間もなかったので諦めちゃいましたって感じで、今日も皆さんありがとう。50分超えてるよね、絶対もう超えてるっていうなんかコメント来た気がする。やばい、ちょっと待って、でも55分になったら男女有無で間に合うかね。みんなありがとう、いっぱい本当に。いけてた、もう大丈夫、みんな見納めいける。ねえ。萌えちゃん、かぶりは伝票で殺すんだよ。このセリフかわいすぎ。今日みんなにやってって言われて何回か言った。締め日までに返せばいいんだからってめっちゃ滑舌悪いんだけど、私締め日ってめっちゃむずくない？締め日までに返せばいいんだから、飾りとか入れようよ。滑舌悪いな私。ユアティア、確かにモエティアは言いやすいけど、時代なので浮気してるだろう。え、時代の子ってさそういう感じなの？逆にさ、なんかピエンみたいな感じじゃないの？そういう系なの？今日締め日だ。じゃあ今日返さなきゃ、だから燃えて入れれないじゃん。みんな6月もありがとうございました。てかさ、目の光消せない。だったら目の光消せんの？リングライト消したら消せるか。なんかさ、目の光消せるの上手い人いるじゃん。目の光消してみたいんだけど絶対消えない。どぐらい、こういうこと、こんぐらい閉じればいける？リングライト消せばいけるんだろうけど、リングライト消したら絶対に暗いの、この部屋は。ほら、でもリングライトさ消しててもさ割と光入ってる。難しい、ただ暗くなっただけだった。55分、やばい。ちょっとじゃあ今から男女読んでいきたいと思います。ちょっと待ってね。あ、ラブミージョイ、
アイラブユーありがとう。いきます。13位わらびありがとう。12位ジンボありがとう。11位にぐつありがとう。10位デルタ猫様ありがとう。9位緑水ありがとう。8位夏木ありがとう。7位モッピーありがとう。6位マカオの豚ありがとう。5位バッシーちゃんありがとう。4位みくんありがとう。3位バサミちゃんありがとう。2位みゆみゆありがとう。そして1位はチク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 ちゃん、みなとありがとう。みんなありがとうね。なんか暗い。みんなありがとうございます。ちょっと本当にあの0時までやっちゃってごめんね。みんなお休み、てか明日からお仕事ですよね。みんな明日から1週間頑張ろうね。7月も始まりますし、私は定期が切れるので定期更新しなきゃ。スクショスクショするわ。じゃあ最後何のポーズがいいですか。もう一回全身。ちょっと待って、忙しい。こういう感じでやらせていただきました。ごめんなさい、皆さんからのありがたいことにタワーいただいたのでちょっと隠れちゃってるけど、こういう感じで。ここかわいいです。どう？左右の指2本で作るハート。見てこれ可愛いでしょ。じゃあもう終わるかな、そろそろ。ありがとうございました皆様。じっとめ。ええやんええやん、よかった。指2本と顔で作る。あ、なるほど、こうか。こっち、オッケー、いいですか皆さん。じゃあちょっとね終わりたいと思います。マジで可愛い。じゃあももかしか見ないでね。いいですか。もう10時になるよね絶対。みんなおやすみなさい。今日もありがとうね。じゃあみんなゆっくり寝てください。明日からもよろしくね。バイバーイ。これ綺麗なやつ。0時になった。あ、あと2分あんの。じゃあちょっとまだ喋るな。0時になったら聞きたい。0時になるなるなるぐらいに聞きたい。最近一蘭食べたんですよ、めっちゃ美味しかったから。またなんか載せる、載せるっていうかインスタとかに。でもでもちょっとレッスン終わりにどうしても一人で食べたくなっちゃって行ったので、顔はちょっとあの全然可愛くないんですけど。あ、モーメントに載せるわ。でもちょっと今日はあのもう0時になっちゃうからあのモーメント載せれないので、また飲みますじゃなくてまたモーメント載せますね。はい、みんな一蘭好きですか。私結構一蘭はあの結構前行ってたんですけど最近行ってなくて、久しぶりに行ったんですよ。でも結構夜っていうかあのご飯時の時間に行ったら結構混んでて、でも結構並んで頑張って30分以上ぐらい並んで食べたラーメン替え玉もしちゃいました。じゃあね、おやすみなさい。おやすみ。